ベーカーシティはアメリカ合衆国オレゴン州ベーカー軍に属する市であり、同軍の軍長所在地である。市名はベーカー軍に由来する。2000年国勢調査で明らかになった人口は9860人であり、2008年における推定人口は1140人。1918年頃の延慶1865年に、 外区地図が作成されたベーカーシティは当初ゆっくりと成長を始めた。1866年3月27日には郵便局が設立したが、ベーカーシティの市政志向は1874年まで待たねばならない。ベーカーシティとベーカー軍の名は在任中に武力衝突で命を落とした唯一の上院議員であるエドワード・ディッキンソン、ベーカーの名にちなむ。 オレゴンショートライン鉄道がベーカーシティに届いたのは1884年。これに後押しされて市は成長を遂げ、1900年までにはソルトレーク式とポートランドの中間では最大の都市となり、広い地域における交易の中心地となった。1911年、市はシティをその名称から取り除くが、1980年代末になると歴史を重視し、 観光産業に刺激を与えるために当初の使命を復活させた。ベーカーシティ、ローマカトリック司教官区が1903年6月19日に設立、それに続いてセーフランシスコサレジオ制度がベーカーシティに竣工した。1918年、日食がアメリカ国内で発生し、アメリカ海軍天文台が観測基地を市内に設置したことで、 全国的な関心を呼んだ。アメリカ合衆国国勢調査局の調べによれば、市の総面積は17.9キロ平方メートルであり、その全域が陸地である。ベーカーシティは東側にワローは山脈、西にエルクホーン山脈とブルー山脈を望む、渓谷内にある。市の中心街をパワー側が流れており、下流ではスネーク川に注ぎ込む。 ベーカーシティ市庁舎2000年の国勢調査では、市の人口は9860人で4010世帯2600人家族が暮らしていた。人口密度は1427.5マイメートルアい2だった。642.1スクエアミの平均密度に4435件の住宅が建っている。人種構成は白人95.14% アジア系0.56%、アフリカン・アメリカン0.30%、先住民1.10%、太平洋諸島系0.06%、その他の人種1.04%、および本欠1.80%である。人口の2.54%はヒスパニック、またはラテン系だった。4 1 0世帯のうち28.5%が18歳未満の 子供と一緒に生活しており、51.2%は夫婦で生活している。10.6%は未婚の女性、または家父が世帯主であり、35.1%は結婚していない。30.5%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、15.0%は65歳以上で独身である。 一世帯の平均人数は2.35人であり、結婚している家庭の場合は2.92人である。市の住民は24.5%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が6.7%、25歳以上44歳以下が25.4%、45歳以上64歳以下が23.6%、 および65歳以上が19.8%にわたっている。中央値年齢は41歳である。女性100人ごとに対して男性は93.1人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は90.1人である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は29,020ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は34,790ベイドルである。男性は26,638ベイドルに、対して女性は23,13ベイドルの平均的な収入がある。この地域の一人あたりの収入は14,179ベイドルである。人口の16.5%及び、 家族の10.7%の収入は貧困戦以下である。全人口のうち18歳未満の19.1%及び65歳以上の14.9%は貧困戦以下の生活を送っている。ベーカーシティでは多くの恒例行事が行われる。マイナーズジュビリーは7月の第3週末に行われ、地域の炭鉱市と 市内で撮影されたリー・マービンとクリント・イー・ストウッドの映画パイント・イア・ワゴンを称える。マイナーズ・ジュビリーはもともと1934年にベーカー・マイニング・ジュビリーとして始まったが、1941年に第二次世界大戦と炭鉱業衰退の影響を受けて中止。1975年にリチャード・ヘインズとマージュ・ヘインズの手によって復活した。 彼らは2年の歳月を費やしてこの祭典を企画し、ベーカー軍商工会に申請した。国立歴史オレゴントレール案内センターエールクホーン、クラシックと呼ばれる自転車レースがベーカーシティを拠点としている。ベーカーシティは、オレゴン州学校運動協会のクラス 1A に、属する女子、男子バスケットボールトーナメントをベーカー高等学校で毎年開催している。また、 イーストウェストシュライン高等学校でフットボール大会を7月下旬に開催している。ヘルズキャニオンモーターサイクルラリーもベーカーシティで6月に行われる。マローはホイットマン国有林がベーカーシティの西と北東にあることから市には同国有林の管理所がある。週間高速道路84号線がベーカーシティの東端に沿って走っている。また、 国道30号線が中心街を貫いている。オレゴン州道7号線は、ベーカーシティからサンプター方面に敷かれ、さらに遠方まで続いている。オレゴン州道86号線は、ベーカーシティから北に走り、国立歴史オレゴントレール案内センターを過ぎると、東に折れ、リッチランドやハーフウェイ方面に向かう。最寄りの空港は、ベーカーシティ支援空港である。ベーカーシティには、 ユニオンパシフィック鉄道のハンチントン線が通っている。1977年から1997年にかけてベーカーシティはアムトラックのパイオニアルートの駅があった。ベーカーシティヘラルドザ・レコードクーリエがある。ベーカーシティの姉妹都市は以下の通り。ウィキメディアコモンズにはベーカーシティに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。